心霊学校からの脱出。どうも、タクタクです。さあ、前回の続き、罪悪、行きましょう。襲われたとこでね、終わってたはずです。何？出た。スカラボーフェア使いがち。BGM。ランキングベスト1のフリー音源。ねえ、砂原さん、いつも一人で何してるの？あなたには関係ないわ。みんなも言ってるでしょ？私に近づくと呪われるわよ。あやこかわいいな。あ、確かになんか、あやこに似た雰囲気があるって言ってた霧島さん似てんな。ね、園原さん、学校裏の茂みで何してるの？顔色悪いよ。大丈夫？またあなたなの？私に構わないで。似てるな。確かに霧島さんにな。園原さん、それ古そうな手鏡だね。骨董品？私にも見せてよ。当たり前のように話しかけてくるのね、あなたは。あなたは私と違って友達が周りにたくさんいるでしょ？わざわざ私に話しかける必要ないじゃない。そんなことないよ。園原さん、いつも面白そうなことしてるんだもん。面白くはないわ。こうやって友達になってたんですかね、少しずつね。園原さん、助けて。この猫、木の枝が刺さって動かないの。死んじゃうよ。みんな気持ち悪がって逃げちゃって、どうしよう。見せなさい。ダメ、枝を抜いてはいけないわ。出血がひどくなる。ハンカチを傷口の周りに当てて、大丈夫。まだ塊は、魂を浮き立てていない。なんか、そういうこと言ってるよ。このまま動物病院に連れて行けば間に合うわ。動物病院に連れてった、にゃんこ。あなた随分変わり者ね。内海千夏さん。千夏でいいよ、あやこ。あやこも呼び捨てだから。その慣れ慣れしいテンションについていけないのだけど。だってあやこは命の恩人だよ。猫の話でしょ？しかもノラの。うん。キャトランはもううちの猫なんだから、あやこは家族の恩人だよ。もう結構元気になったよ。ねえ、うちに見に来てよ。お願い。仕方ないわね。経過を確認するだけなら。それにしてもそのネーミングセンスはひどいわね。キャトラン？キャトランダメなの？なんでキャトランダメなの？あやこどうしよう、これ大変だよ。もうあなたはなんでいつもこう厄介ごとに首を突っ込むの？ほんと危なっかしいんだから。へへ。これあやこ、お昼一緒に食べよう。あなた学校で私と仲良くしているといずれ友達がいなくなるわよ。友達を作るのうまいね。うち、ねえ、ちなつね。恩を、なんだろう。仮を作るっていう。あえて仮を作って仲良くなるパターンだよ、これは。私の噂くらい聞いてるでしょ。霊媒に対して良くないものを引き寄せる呪いの女だって。私の近くにいるとあなたも怪我や病気になるわよ。もう何人もそういった人たちが出ているのよ。そんなことないよ。それはたまたまその人の運が悪かっただけじゃないの？あのね、そもそも私といてもいいことなんかないでしょうに。そう？私はあったよ。あやこと いていいこと。あやこがいてくれてよかったってことがたくさん。思い出が長え。ねえ、千夏、私本当は幽霊が見えるの。そんな話信じる？ああ、いいえ、信じてほしいわけではなくて。あのね、千夏、もし私が急にいなくなったりしたら、決して私を探さないで。言ってたね。きっとその時私は、なんかとんでもなく悪い状態に陥っているはずだから。だからお願い。せっかくできた友達を、そんなものに巻き込みたくないの。お願いよ、千夏。私を、探さないで。そしてでも探すよ、そんなこと言われたら。それは違うよ、あやこ。一人じゃ、どうしようもない大変な時だからこそ。友達だからこそ、助け合うんじゃないか。あやこはいつも私のこと助けてくれたよね。だから今度は私の番なんだ。私にもあやこみたいにかっこよく助けさせてよ。襲われて目覚める感じかな。罪悪。シン。シン。わかんない。読みが。
内海さん、内海さん起きて。はっ。縛られてる。傑作さんか、取り巻きさんか、レイカお嬢様かじゃないの、これは。あれ、ここは、旧校舎2階の教室よ。意識は戻ったかしら。桐島さん、あれ、体が動かない。どうやら、背後から誰かに襲われて、気を失っていたようね。ご丁寧にビニール紐で縛られているわ。でも、この紐なら、なんとかなるかも。内海さん、体を起こせる？何？机の足に紐をすりつけて切断するわよ。うん、わかった。初めての共同作業だね。あなたは、もっと緊張感を持ちなさい。初めての共同作業。結婚式的な。よし、ちぎれた。三人を探すわよ。スーツケースがない。携帯も抜き取られている。バイブレーション。バイブレーションが来ました、今。何？今の音。何どこ？右か。あれ？いないよ。うわぁ！なんだよ、今回早くねえか。何今の？目の錯覚？いや。勘弁。あ、何？壁が崩れて瓦礫で階段が塞がれている。これじゃ降りられない。時間はかかるけど、一つ一つ、どかしていくしかないわね。ってことはどうすんの？どかして、いけないわ。こっちからいけんじゃないの？これでもわかんないしな。最初からあるけどわかんない。なんかないのか。アイテムを探すか。アイテム、ここかついに。ここじゃない。探索パートか。どうしようかな。なんかある？なんもないかな。ガラス容器瓶が並んでいる。うわ、動いた！ん？なにこれ？お、軍手！ほいほい。軍手ね。どうすんの？軍手。軍手だ。わかってるって。どうすんの？あ、なんかお札がなくなってんだけど。やっぱりお札あったりなかったりするよね。そういうことじゃなく。軍手。うわ！見えそう！いや、違う。何がだよ。これ軍手を渡すとか？あ、こういうことか。シャレた差し入れね。でも、意外と効率は上がりそうね。ほんと。注意して持ってなきゃいけなかったのは軍手のおかげで手を怪我することがなくなった的な。もう少し。頑張って溶け出る。よし！なんとか通れそう！鍵がかかっていた1階の教室に行くわよ。あ、はい。わかりました。じゃあ1階に行きまーす。鍵がかかっていた。あ、お札！お札が貼られている。これ何回か調べるとかじゃない？もしかしたら。違うのかな？え？あ、違うの。やっぱ貼られているたり貼られていなかったりするよ。何の違い？ここだ。確か。やっぱり、閉まっている。強行突破するわ！どうやって？霧島、え？八極拳？また八極拳？霧島道場直伝の八極拳だよ！八極拳って女子高生のたしなみなの？お嬢さんもやってますからね。ふっ！ってだ。鉄残光！みんな鉄残光ですから。みんな鉄残光を使えますからね。あ！レイカさん。鳥巻先輩。やべえ。あの八極拳の使い手も、不意をつかれたらダメなのか、やっぱり。よかった、私のスーツケースは無事ね。女子高生にビビって、身を隠すなんて、いい大人が、見事な軟弱っぷりね。あ、傑作さん、やっぱり、悪いのは。なんだよ。おとなしくしていれば、お前ら見逃してやったのによ。やっぱりこいつか。傑作さんだったの。割と途中から信じてたのに。一応聞くよ。なんでこんなことしたの？はぁ、土みかるのお嬢様を人気のない密室に連れ込める天使なんか、ベッドにあるもんじゃねえ。俺はな、ずっと狙っていたのよ。この人生勝ち組みたいな顔したお嬢様に、このクソ生意気なケツに、人生の厳しさを教えてやるチャンスのよう、怖え。怖いよ。この女は、美人落ちているクソでも眺めるよ。なめで、俺を見上げて、このクソみてに汚い親父に汚される気分を味わわせてやろうと思ってな。
綺麗なお嬢様の顔がどんな風に歪むのか楽しみだぜ。下品なやつだ。だろうと思ったけど、でも、そこは止めとこう。止めとこう。やめとこうよ。うん。ただでさえくだらない傑作さんの人生が、さらにくだらないものになっちゃうよ。クソガキ、お前さっきから人の心をぐさぐささしやがって。出し柄みたいにカスカスな心でも、まだ少しでも傷つく心が残っているなら、思いとどまろうよ。やめる気があるな、真面目にやめやがれ。あ、じゃあ止めるね。止める気があるなら真面目に止めやがれ。てめえもぶち抜くぞ。何を、何の話、何の話ですか。おとなしくするのね。抵抗しても無駄よ。はぁ、あ、何言ってんだこのメスガキは。俺をどうにかできると思ってんのか。そのつもりだけれど。笑わせるぜ。いいだろう。ならかかってこいよ。俺の通信発局、みんな発局権の使い手、ここは日本だぞ。意識にしてやるぜ。空手とかじゃないの。発局権って日本の国技だっけ。中国憲法のはずですけど。確か。違ったっけ。でも傑作さんのはちょっと嘘っぽい通信だからね。バチ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 。もはや発局権ですらない。スタンガンもどっから持ってきた。てめえ、汚えぞ。汚いのはあなたの顔の方よ。そもそもまともに相手する必要なんてないわ。携帯を抜き取っただけで安心してスタンガンの存在に気づかなかった。自分の間抜けさを恨みなさい。ちくしょう、覚えてくれ。あ、傑作さんが逃げた。放っておけばいいわ。おかげでも仕方ないし。じゃあちょっと起こすか、二人を。レイカさん、気を失ってて起きない。いずれ目覚めるでしょ。紐だけ解いておきましょう。それより時間がないわ。進むわよ。え、どこに？こっちは。いいの？進んでいいの？スーツケースが無事でよかったわ。はい。いいの？腰巾着先生は、先輩、先生でちょっと。あ、いいのか。進む。どこに行くの？起きた。どうした。この見取り図をよく見なさい。突き当たりだと思っていたこの場所。ちょうどこの黒いシミがある部分。ああ、そこがここなんだね。あ、見取り図だとこの先に部屋がある。本当に気づいていなかったのね。こんな雑な板の打ち付け、明るければすぐに気づいたんでしょうけど、おそらくこの奥に私たちが探しているものがあるはずよ。この奥に、こんな場所の奥に、あやこがいるの？それってもしかして、もう、終わり？終わった。うわー、もう次最終回でしょ、こんな、多分。いや、確か最終回なんだ。ステージクリア。確か最終回、なんだよね。結構今回は謎解きがなかった。小選択。あー、終局だ、もう終わりだ。はい、というわけで、トゥルーエンド、ノーマルエンドがあるかわかんないけど、次回がとりあえず終わりの話らしいよ。次回が最終回はわかんないけど。はい、というわけでまたそれでは次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ、パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ、出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべー。